東日本大震災の時避難警報が出た時、近隣住民が各事業者に避難するよう声掛けをしましたが、避難しない会社が存在したようです。避難しない理由で多いのは、これまで避難警報が出ても何もなかったからという理由が多いようです。津波避難は各自自分だけですぐにが基本ですが、会社の社長が大丈夫だから行かなくておいて言われた時に、ひろきさんならどう言って角を立たずに避難しますか。また逆に社長だけ残ると言い出す時はどう説得しますか。まず社長に納得してもらう必要があるとか、その社長を説得しなきゃいけないっていう時点で考え方間違ってます。何か避難警報が鳴った時は何も言わないで走り出してください。その要は気づいてない人がいたら避難警報鳴ってるよっていうのを伝えるべきなんですけど、そこでどう避難するかとか避難して良いですかとかって確認したり説得をする時点で間違ってます。なので、その ET さんは社長が間違ってると思って説得しなきゃいけないと思ってらっしゃるかもしれませんけど、説得しようと思ってる ET さんが間違ってます。やるべきことはさっさと逃げることです。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。